8月7日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーキュッ。4月の7日、今日は労務管理の日だそうです。ところで、ロームって何？愛用のブラウザ？それはクローム。わかった。ヘブライ語で平和？それはシャローム。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。即用志のご注文、お問い合わせが増えてます。お供えのお返しに困っていませんか？法事ギフトはお任せください。たこ焼きに塩昆布を入れて焼いてみました。細かく刻んでたこ焼きの中に入れて、あとは焼くだけ。あっさりした和風仕立てのたこ焼き、いくらでも入ります。まっちゃん、父さんはインディアンやから嘘つかないって。インディアン言うのが嘘やろ。